みんな大好き、まるちゃんの焼きそば。誰しも一度は食べたことのある焼きそばですが、今回はそんなまるちゃんの焼きそばの焼き飯の素が売っていたので、実際に作って食べてみようと思います。その焼き飯の素がこちら。まるちゃん、焼き飯の素、ソース味。今回はダイソーで売っていたので、購入価格は100円。ところで焼き飯とチャーハンは何が違うのか、噂では調理手順の違いだとか、結局のところよくわかりません。何はともあれ、果たしてどんな味になるのか、それでは早速作ってみましょう。とはいえ、作り方は普通のチャーハン、もとい、焼き飯と一緒。フライパンに卵、ご飯を入れ、軽く炒めたら、ネギなど、お好みの具材を投入、最後に焼き飯の素を加え、強火で炒めたら完成。ところで、焼き飯とチャーハンの違いですが、違いは具材を入れる順番のようです。チャーハンは卵を最初に入れ、ご飯、具材の順で炒めます。焼き飯はその逆で、最初にご飯、具材を入れ、最後に卵を入れるようです。つまり今私が作っているのは、チャーハンということになりますね。よくよく見てみたら、説明書きにチャーハンの素って書いてありました。結局これって、チャーハンと焼き飯どっちなの？まあもうどっちでもいいか、とか言っている間に完成。肝心の味に関しては、とても美味しかったです。まるちゃんの焼きそばの味かと言われると、正直よくわからなかったけれど、美味しいソース味のチャーハンでした。ちなみに、私はパラパラしているものより、しっとり、というより、ねっちょり派なのですが、皆さんはどうですか？これが気になった方は、ぜひ一度作ってみてね。ということでまた次回お会いしましょう。バイ。チャンネル登録、おもしゃす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 。うざいと思ったら、そこはもう我慢して、やるしかないっしょ。まあそれはさておき、次の動画もよろしくお願いしやす。